写真拡大、皆さんこんにちは、藤井寛一郎です。いよいよ東京オリンピックが開幕しますね。今回は総合馬術の日本代表として出場する大岩義明選手と、私のオーストラリア時代からの友人である中条大輝くんとのご縁についてお話ししたいと思います。大輝くんと私はオーストラリアの競馬学校の同期生です。2016年から向こうで調教師として開業している彼ですが、競馬学校卒業後は馬術競技の選手としてオリンピックを目指していた時期がありました。2006年から約3年間、オーストラリア出身で当時イギリスをベースに活躍していたアンドルー・ホイ選手、バルセロナ五輪、アトランタ五輪、シドニー五輪の総合馬術団体金メダリストです。に師事して馬術を学んでいたのですが、その時に一緒だったのが大岩選手だったのです。いわば兄弟弟子の関係ですね。その後、大輝くんはドイツに拠点を移していた大岩選手自身に弟子入りして、ドイツの伝統的な馬術をはじめ、様々なことについて教えを受けました。